ノ上ウェマーでございます。ノーミルク砂糖です。よろしくお願いします。ますさあ先生、バトルと今日はなんか書いてますけども。はい。うん、第11節終了時、J1 攻撃デュエルランキングーおうここうあーああ、これはあの数字で先生がわかりやすく教えてくれるやつですね。ランキングシリーズは私大好き、ファンでございます。ありがとうございます。攻撃デュエルの勝利数を。 みたいな感じそうでございます。まあ正直1位はね、皆さん予想もできるんじゃないかと思いますが、1位は J 最強エアバトラーのあの人です。スパ福岡さんお願いしますヒントでかいや、これね、そうなんですよ。あのね、びっくりしたのが、この攻撃デュエルつけてたら、10人中3人出てきます。福岡の選えー。先に言うと。昇格組のチームがですよ。えー。これやっぱりエアバトルに持ち込んでるってことですか得意だから。 ですこれでもエアバトルだけじゃなくて、えー、くてデュエルなんで、地上戦もあるんですなるほど、ね、だから、でもまあさ、ほら、昨年、ゴールキーパーのセランテス選手を外してでも、オフェンスのメンバーを取って頑張るぞってしたアビスパのやり方が今、見れて,てる、いやー、これ、ランキングのすごいとこってこう、ね、ランキングを聞いて、こうあーって思いながらも、この各チーム戦術とかリーグの流れまで、先生、教えてくれるとこなんですよね。 そして、ミロアカは日本一小さな顔出しでおなじみでございます。手振 <laughs> って先生。どうもーここにいます。<laughs> じゃあ早速。たまたまね、資料の邪魔にならないように、このそうなんですよね。トップ10見ていきましょう。こちらです。どうも。出ました。はい。ということでですね、あの、今回はですね、ええ、1試合平均で、どれぐらいデュエル勝ったかっていう勝利数でランキングをつけてみました。1試合あたり試合当たりの勝利数ってことですね。はい。例えば、なんで1位の選手で言えば、1試合当たり11回勝ってます。はあ すごいことです。ねすごいことですというか、だって10位の選手でも1回、1試合に6回しか勝ってないのに、はいうん、それでも10位に入るぐらい。攻撃アクションっていうのは大体1試合で先生、90分でね、平均何回ぐらいですか大体、はい、いいね、まずは、デュエル仕掛けられることが20回ぐらいしかないんですよ。うんうん、はい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 。その中でどれぐらい勝てるかっていう勝負になってくるので、<ー>回以上勝ってる相当ですね半分勝てばすごいってことなんですけど、相当すごいです。はなるほど 大体守備が、うん、あの、大体60%ぐらい勝って、攻撃40%ぐらい勝つって言われてるんですけど。あーあー、そっか。じゃなかったらもっとこう8対9とかなる、なっちゃうもんね。そうなんですよ、ねサッカー。なるほど、いとなね。はい、という感じでございます。まずは、じゃあ、第10位から見て,、うん、見ていきたいと思いまいょう。お願いいたします。第10位は、デケ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 でけドン。こちら。でててて。クリスだ。 はい、カシュアレーショクリスティアノ選手が入りました。はい、なるほど。まあでも、なんとなくクリスティアノ選手が入ってくるってのは、なんか予想をつくっていうか。うん、デュエル強いイメージ確かありますよね。ねえ。どっかどっかこう攻めてきますからね。先生はスシュ先生どういうこと ?18.56 分の6.22。はい、あの、クリスティアノ選手は大体、1試合平均18回、18.5回ぐらいデュエルをしてて、そのうち6回勝って、6.22回勝ってるよっていう。 このぐらいの割合がリーグ中位とお考えくださいってことですね。そういうことでございます。ーはーはーなるほどね。だから三十パーでえー、クリスえ三十パーで低くないって思う人いるかもしれないけどとかえ六回しか勝ってないのって思うかもしれないけどうん、うん、そのレベルでトップ10に入れるレベルなんです。あなるほどね。これそれが面白いよ、うん、このそ<う>面白く見させていただいてます。 なんか、え、なんか、うちの選手勝ってなくな今日2回しか勝たなかったから、5回しか勝たなかったって思っしんないけど、もし5回しか勝たなかったら、トップ10には入らないかもしれないけど、トップ20クラスの選手だと思ってもらうときいね。そういうもん、そういう競技だってことね。うん。なるほど。そう。急にサッカー失敗する競技ですから。みんな、あの、見に行ってね。デュエル今日5分の2だよ、あいつってやついないですよ。そんな目持ってない、我々。あれ、メモしてる人とかいませんか 中にはいるかもね。いるかもね。続きまして、第9位です。あ、続いてね、第8位と9位。なんと、2人とも、勝率は違うんですが、6.71回勝利っていうのは一緒だったので、2人きりにいきたいと思います。そういうことですね。はい。8位と9位です。で、んこちらででおー、なるほどブルーノ・メンデス上田綾瀬これはどちらもストライカー最前線。はい、やってまいりましたね。なるほどね。やっぱり鹿島としては、 やっぱ上だよってか日本、こういうデュエルって、はい、ってかデュエル日本人入ってくるってすごくないですか、攻撃の。ああ、そういうことですね。だって、一昔前で考えて、そこにねブラジル人選手を連れてきてが多い中ですから、やっぱ日本代表クラスのストライカーここら辺入ってくるのはでかいなあなるほどね、うん、すごく思います、ねえー、はあ、はあ、はあ、なんで、ただあの、ちょうどこの動画を撮る前日ですね、うん、あの鹿島戦ありましたけど、うん そこでちょっと上田選手、とおけがしてしまいましたから、はいはい。で三3週間になっちゃったので、はい。そこの期間、実はエベラード選手も今、あのおけがもあるみたいな、フォワード2人いませんから、あら、あら。ら高卒2年目、染めの五木選手あたりにかかる期待が大きそうだなって思ってますね。なるほど。はい、そして、ブルーのメンすはい。これ、福岡だからね、取ってきて正解ってのは言えるかもしれませんね、はい、ですで、ね、にこれは。はいはい。 得点はまだ1点かもしれないけど、うん、相手のオンゴールに関与したらの,のとかもあ,るあったりするし、これだけ前線からガンガン攻めてるっていうのもあるね。壁は叩きつけて、叩き続けて、ひびは入ってるっていうのが証明されてんだよね。そうなんだ。はいはいはい。 すごいことですね。面白いね。データって面白いね。ねあと皆さん、上田綾瀬がどれだけすごいのかってことが、ここから残り見ていく中でより顕著に見えてきます。なので、お楽しみあ。ああああ日本人がいないってことお前、上あら、どうなんでしょうね。え、ちょっと待って、先生、7位ちょっとヒント出てますよ、これ、なんだこれ。<laughs> <laughs> ちょっとちらっと見えちゃったけど。ちょっと当てていいこれ。 だ、かれ大じゃね。難しいな、これ。こ、ね、な、何が,何が何う、ね、なんだこれ。じゃあ、まあ、行きましょうか。<laughs> はい、行きましょう。えっとね、え、勝利数がね、7回台が2人いるんで、6位7位、一気にいっちゃいけと思まました。6位7位、同時にあきます。6位7位は、てけ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 、でんこちら。おぉ、ででーサンフレッチェ広島のジュニオルサ・はい、オルサントス選手と、清水エスパレスのシアゴ・サンタナ選手でございます。 こう見てくると、うんうん、ジュニオール・サントス選手、やっぱ広島取ってたのは大きいですよね、やっぱレアンドロ・ペレラ選手が移籍したところに彼持ってきて、ガン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 攻めることができてる状態なので、うんうん、これは相当でかいなと思うし、清水のチアゴ・サンタナ選手に関しては、うんうん、そもそもね、来るまでの、ねこう、清水に来る前の段階であの、うん、ポルトガルリーグの得点ランキング2位にいましたから。そそうですすかそれはすごいわ これ、皆さん覚えてますかあの、2点目だったかな、えー、彼の。取った時、えーうん、アシストしてくれた原照之選手に向かって、得点したから、こう、サポーターに、こう、イエースとか、自分で、こう、奥さんに対して、こう、薬指をこう、チュッとするとかじゃなくて、うん、アシストして原照之選手に向かって、バッって指さして、うん、お前のおかげだよっていう。いいね、その人格者も含めです、ね。そういう選手はいいですね。いいですよ、ね。疲れますわね。疲、ねねね、れますよね。いいいいいい だこう見てみると、やっぱブルーノ・メンデス選手含めて、うん、えね福岡、広島、市民でいい補強ができてるっていうのも、ちょっと見受けられるかもしれません,うん,うん,、うん。なるほどな。ポルトガルリーグの特定王が日本に来てやって20回で言えるし、7回なんだもんね。そうなんですよ。で、それがリーグ6位、わかりやすい。うん、まあ。なるほど。このポジションにやっぱり、これはまあ1位まで行ってから言うべきセリフかもしれないですけど。 ええ、このポジションを補強する意味ってこういうことなんですね。でしょうね。あ<ー>と思いますね。なるほどね。はい、はい、補強っていうかスケッターここにね欲しいっていうのはね。そうですね。なるほど。じゃあそしたら続いては、はい、えー、勝利数8回代の2人4位と5位左下右上一気に行きたいと思いまし、はい、ましょう。でき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 こちらでございます。あれちょっと待ってオールじないですか日本人の方。<laughs> ちょっと。 まあ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 、置いといて、置いといて。はいはいはい。ただまず右上、ドーグラス・ビーラー選手ということで、トップ10だっつってんのに J リーグ、J1 全体でん広島もう2人目入ってきますよ。本当だ。これでかいですよね。すごいな、やっぱ広島の前線のね。ちゃんとだから、あの、はい 例えばね得点力もっと惜しいなとか広島のサポーターの方も思うかもしれないけどむしろじゃあ彼らより上って一体誰がいるんですかって本当にそういう状態になってるのでやっぱ役割はかなり果たしてるって言えるのかなと思ねます。うん でしかもね、ここまで例えば右側の、えー、6選手だけ考えても、40%超えてる、勝率40%超えてる選手って、実はブルーノ・メンデス選手と、ドーグラス・オリベイラ選手しかいないので、うんはい、4割以上勝つことのやばさってことも、それでは分かるかもしれませんないです。うん はいはいはい。ただそんなこと言っておきながら左下ですね。うん、これももしかしたら J2 がびっくりするかもしれません。J2 <ー>の好きな皆さん。はいはいはい、えー。日本人山岸優也選手が入りました。いやいや素晴らしい、嬉しい。ねえ。でうん、先ほど広島二2人入りましたと言いましたけど、これでなんと福岡も2人目です。うん、それで。 それぞ扉絵にあんなことが書いてあったわけですね。そうなんです、えー、しかもブルーノ・メンデス選手は正直去年セレスやってまして J1 分かってます。はいはいはい。山岸選手、うん、初 J1 です。そうだよね。で、この成績残してる。<ー>これは大きいんじゃないこれっていうは CC、デ、はいあのナ先生さ、個人能力さることだからチームの助力みたいのも関係するんですかもちろんあると思う。いうこと もちろんあると思います<ー>だけどってことはうん、うん、ブールーノ・メンデス含め山岸選手含めて、うん、オフェンスのメンバーでこう戦って、うん、点を取りに行こうとしてる姿もなんとなくこうデュエルの勝ち負けっていうのは先生さ、はい、イーブンなボールをどっちが取ったかっていう感じのイメージがあるんだけど、ええ、具体的にはどういうことかなって思ってる人多いと思うんだけどまさにそのイメージで考えていただいて OK ですただこれに関しては,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 はあのいわゆる番号 のイメージで考えていただけるとよく分かりやすら空中戦だったら誰かと競ってそれで競り勝ったら勝ちだし,ちだし例えばドリブルの瞬間とかでこう相手ディフェンダーと対峙してこう抜いたらこれもデュエルとにもなり、ねうん、なんか横から入ってきたちょっとずれたパスをわって言って足に当てたけど失ったこれは、うん、これは入らないから入らないデュエルには数えないはいああそうじゃあイーブンでいいボールが横から入ってきたうん バーってディフェンスと取り合いになって失った。これはデュエルになるそれもなんないかな。競ってたら別ですけど、競ってる場合だったらあるある、ねああ。じゃあ先に触った。うん ちょっとずれたの来たけど一応先に触ったけどトラップ流れて失ったこれはそうですねああ状況にいろいろよるってことですけどやっぱり人の目で見てるからこれはデュエルだなってもう決まったあれはないわけねそうですねああなるほどなるほどわかりましすでも大体大部分で考えていただきたいのはさっきのねあのワンオンワンの状態空中戦だとか地上戦だとかのワンオンワンの状態が一番多いですねなるほどわかりました考えていただいてそれで約50%ですかねいよいよベスト3でございますよ うん、じゃあ続いて3行きましょうか。行っちゃいますかしょう。いはい。お願いします。第2点、焼きパチッと9回のお知恵で送る第3位は、テケ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 、ドンなんとはいファンマーででーん、あ、また福岡だこれ、これ、福岡すごいんですよ。お これ、あの福岡の皆さんにこ伝えたいのは、いわゆるこうデータの世界には収束論という言葉があるんですよ。収束論はい。確かに今、そこまでこう、うん、例えば川崎とか、うん、まではマリノスとかまでは得点できてないかもしれないけど、うん、オフェンスのメンバーだけで、うん、この上位10欠に入る選手が3人も要せてる福岡なので。うんはいはい あのちゃんとこういう勝率の方に最終的に収束してってシュートも決まりよりもなってくるからそろそろうん、うん、そのあたりもちょっともうそろそろ楽しみにしてもらってもいいかもしれませんなるほど勝ってるからね、えー、勝ってるのがだんだん枠内にも飛び飛んできていい角度でも入るようになってくるからはいはい、はい、この辺からやっぱデータマン的には成績に現れる直前ぐらいに一番こういうところに出てくるってことですねそうですねこれだけの成績残してるから、えー、あそろそろだな考えますいやなるほど 気象予報士みたいな仕事ですね。うん、あ、そうですね。えー、そうそうそう。えー、そろそろ、あ、なんか鼻開いて花粉かな、えー、花粉症の時期が、えー、みたいな、そういう流れで。<laughs> <laughs> 違うでしょなんか僕言ったらなんか気圧配置がこうなってきてるから、大雨が降るでしょとかさ。 真夏日になるでしょうとかさ。<っ> <laughs> <laughs> 花粉関係ないでしょ <laughs> まあまあまあね。<laughs> あ,ありがとうね。お付き合いください。はい、いいということではざいます。は四、い、十2位は40段て6%、18分の九。うん。ほぼ半分買ってるよ、これ。そうですよ。誰ですのこれ。さあ、いきますよ。第二位は。でけ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 、ドン エベラウド。これ超わかる気がする。1位だと思ってました。そうです。イメージあるもん。デュエル勝ってるさ。そうなんです。ね。ただびっくりなのが、エベラウド、まず得点数書いてあるんですが、ちょっと読んでいただきですか。ゼロ得点。全取ってない。ないんです今年。はははは。だからそれだけだから。 そうなんですよ鹿島は本当はザーゴ監督時代で、うんえー、いわゆるデュエルは勝ててたシュートも打ててたってところがあるんだけど、うん、本当は枠内だけだったっていうのがね。なるほどね、最後はってことなんですね。うん、そうですね、ただ、そこに関してもともとザーゴ時代のことをこう皆さん、今、選手の皆さん話してくれてるんですが、うん、ちょっと1個のこう得点形態に固執することが多かった。うんうん だからそこがもっとアレンジいっぱいできてたら話は違ってたのかもねーってのあるので、エベラード選手も今ね、おけがからってことになりますけど、復帰した後のまたパフォーマンスに期待したいところですね。うん、なるほどね。ました。はい、はい。素晴らしいでも言えるのね。こうやってなでも勝利、点数に繋がりやすい。繋がっていきますから、もちろんですね。ううねさあ、誰なの 52.031、はい。ちなみにですが、あのー、オフェンスの選手の中では、先ほど40%行ったらすごいレベルだよって話しましたけど、勝率ね。50%ー超えてるオフェンスの選手、j 1に今年3人いるんですよ、今のところ。50%ー超えてる。うん、ああ、三人。はいはい、はい。それが、ちょっと下にも書いてあるんですが、うんうん、え札幌の金子拓郎52.75%、52. そして、えー、川崎三笘薫50.00%がいて、うんこれ もう一人だけなんですね。さあ、その一位が一体誰なのかご紹介させていただきます。あいよいよ一位の発表でございます。でけけけけけけけ。ン一位はガンバンリックあなるほど専門家の方じゃないですか。いらっしゃいましたね。この方専門家の方ですよね。え、デュエル専門家です。ああそういうことなんですね。ええ、あの、だってね、 の他の方は桁ですから、デュエルのね、一人だけ二桁いってらっしゃる。確かにね。で、エベラウドまで、そうなんです、エベラウドでも9.00ゼロ相当すごいんですけど、2.00上回ってるので、ちょっと別格かなと思いますね、ガンマのパトリック選手だけは。なるほどね。これは相手の脅威だなと思います。あとはただね、パトリック選手はまだ得点には至れてないってところが ただ、これはやっぱね、ガンバとして、まあ、ちょっとしょうがなかった、あのー、やっぱね、コロナの関係もありましたから。ただ、もう、あの、もう、得点そろそろ爆発だぞって寸前のところにまで来てると思っていただいて、これはいいと思うのでうん、うん、なるほどね。はい。はい。わかりました。そんな感じでございます。そして、はい、日本人は結局、なんと、二人だけでした。2> 2 それだけこの二人すごいなって思っていただいてもいいかもしれないじゃあもうボールが入ったらデュエルいけっていう気持ちでそういうキャラクターとして認識していいってことですね,ですねこの10に関しましてはそうですねデュエラーですねデュエラーデュエリストですよ好みのタイプはって言われたら私デュエラーかなっていう人は <laughs> 彼らのね試合をやっぱり見た方が、ええ とととなるっていうここでですすねそういういいございまどんな好みがあっあお,お父さんはデュエラーのような男を連れてこいって言ったら彼らを研究するわけですね。そういうことですね。彼女のお父さんがそう言ってたって聞いたらね。なるほどそうですね。はい。ということで、うん 1>, えー、1位は税災協矢バトラのパトリックスでした、はい。ありがとうございました。ということで先生に今日もお送りしていただきましてチャンネル登録しといてくださいね。 お願いします。ございました。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。したありがとうございました。した明日に向かってデュエルしていきましょう。半分は見逃れば誰か褒めてじゃあね。<laughs> <laughs> さよなら。